説大学と確信し、この思いを植足精鋭という病気に託したのです。闇市が並ぶ大阪梅田、寒空の下、闇市のラーメン屋台に並ぶ長い行列を見て感じるものがありました。一杯の涙のために人々はこんなにも努力するものなのか。それならばもっと手軽に食べられるラーメンがあればどんなに喜ばれるか。10年近くの時が過ぎた昭和30年代、いつも家庭にあって簡単に作れるラーメンがあればという強い思いから、自宅の庭に小屋を建て開発が始まりました。開発にあたり安藤は5つの目標を定めました。美味しいこと、安全であること、簡単に調理できること、価格が安いこと、常温で長期間保存できること。メニューは